では行きましょう。続いては雨村ラムダ役白井雄介さんは何番でしょう。どうぞ。どこ行く。ドン5番です。あ、なんでやねん。ちょっと待った。なんでやねんが来た。なんでやねんが。さあ一人目ちょっと待った。どうぞ。どうぞ。ちょい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 。おお、こんなに接戦。おあお、あやみさんと、おい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 、ちょいちょい、ちょっとね。そしてまたしてもあやみさんもなんと3人による戦いということになりました。ではちょっと これアップして、これ5番ゴニスバルじゃないです。ゴニスバルでした。何の絵だろ。ちょっと似てんだよな。うまい、ね。横から見たスバルじゃないのよ。そのままそのまま。じゃあ行きましょう。はいはい、ではそれぞれ理由を聞いていきましょう。はいはい、まずは白井さんから5の理由。いや、まず見てください。このポジション。左斜め前に源太郎。そして右隣にダイスっていう一番ポッセのメンバーに近いところがこの席で、かつ一番後ろでしょ。うん、ははラムダしかもね、身長低いし、前が10と、これがもう鉄壁の壁になるから、この壁に隠れてラムダは、授業中も、新しいこの服のデザインをできるわけですよ。いそいそと。鉄壁の布陣ですよ。やっぱ近くにポッセと一緒にいたいなっていう気持ちで5番ですね。うん、確かにラムダだったら3番は座りたくないよね。3番やる人って一軸番はないですよ。確かに。そればっかりは。速水さんはどんな理由ですか。もうこれはね、はい、僕はやっぱ授業を邪魔したくないんですよ。しかも間違いなくジャクラが一番頭いいんですよ。わかんないですか。でね、で身長が2メーター近いんですよ。2メーター近い。で、あの髪の毛ですよ。わ、ちょっと風でも吹いたら、もう大変なことになっちゃうんですよ。邪魔や。一番後ろで、迷惑をかけずに、しかもみんなの風紀が乱れないように、こう見守るという立場で、これは間違いなく5番が授業をちゃんと進めるためのポジションです。これはもう完全に理にかなってしまう。説得力あるっすね。じゃあちょっとラスト。なんかあるのかい、明確な理由が。いや、君はおとなしく3番にしとけばよかったなと思いました。おいおいおい、おいおい、理由でここに来たんだ。理由があって、理由があって、はいはいはい、入り口の時刻ですよね、要は。確かに。だから、まあね、要は遅れてきたとしても、先ほど言った先生にバレにくいというところで、バレにくく座れる。さっき風紀がどう言ってたやつのセリフとは。いやいや、空港はめんどくさがりなところもあるんですよ。そっかそっか。だから入ってこれるし、抜けることもできるっていうところ。抜けるな。それしかありません。自信持ってけ。それしかありません。これは弱いぞ。では投票の時間がやってまいりました。残りの3名が投票できます。では5番に座るべきなのは雨村ラムダだと思う人、挙手。あら、1票。あ、そっか、今日少ない、今回少ないか。はい、1人だけや。わかりました、手を下げてください。では続いて神宮寺ジャクライが5番にぴったりだと思う人、よっ。よし。なんでよ。また一応聞いておきます。また一人もいないよ。5番に合うと思う人、挙手。ということで、5番は神宮寺ジャクライで決定でございます。はい、白井さんと葉山さん、はい、書き直してください。はい、はい、ください。